バキバキのレジ君です。ということで最新のアップデートが終わったということで、レジ君探偵団いろんな変更点をまとめていきたいと思います。よろしくお願いします。さあ、ということで、まずは何といっても、スチーミースタックスの研究所がぶち壊されたということでね、早速現場に駆けつけていきたいと思います。さあ、ということでご覧ください。現在、金のキューブがね、スチーミースタックスの近くにあって、なんかね、紫のキューブが脱走したみたいなニュアンスなんです。もうご覧ください。あららららららら、だいぶね、なんか多分地下に閉じこもってたキューブなのかな、これは。地下に閉じこもってたキューブが、地上の世界に出てきたみたいなノリですね。ご覧ください、中の方っていうのかな、今まで地下のプールの部分のもっと下まで、多分ここにプールじゃないキューブがあったのかな。で、こっから逃げ出して、これ確実にキューブの軌道ですからね。あ、ケビンの文字が転がってる。で、あっちまで逃げたっていう感じな動きですよね。ちょっと今後の動きが見放せません。スチーミースタックス、お疲れ様でした。そしてご覧ください、新しい初期スキンが追加されてます。はじめまして、レジェ君と言います。よろしくお願いします。1年ぶり、いや2年ぶりの追加ですかね。まだまだいっぱい出てきそうだね。なんか他にもまだあると思うんで、ぜひ初期スキンたまにはね使ってみてください。こんなハンサムな初期スキンもいます。皆様見てください、金色のカラス、もしかしてミシックを、見てくださいよ、金色のカラス倒したら金ポンプを落としましたよ。僕さっきねチラッと紫見つけたんですけど、あれは間違いなく、ま、エピックの武器やば。何食っとんねん金ポンプ。すごい新しいですね、カラスがこれから重要になってくる予感です。そしてご覧ください、なんとハンタークロークがお肉2つで作れるようになってます。アリーナにはないみたい。これをつけて、なんか前のシーズン、プライマルのシーズンにもあったね、なんかイノシシとか手なずけられるようになるやつ、肉とかでもできるけどね。でね、なんかね、イノシシを手なずけると、ここ掘れワンワンじゃないけども、お、すごいキノコ落とした。からの、からのからのからの、なんかね、土掘ってアイテム探してくれるみたいなんだよね。やってくれないか。あ、やってますね、やってますね。おー、キノコとかね、いろいろ掘ってくれるんですよ。ナイスナイス、使えるじゃないか。多分ね、まだまだいろんなアイテムやってくれると思うんだよね。どんどん掘ってくれ。青キノコ専門家か、お前は。おー、ちゃんとついてくるんだね。めちゃくちゃいいじゃん。ついてきた先々でさ、青キノコとかをやってくれんでしょ。青キノコだけかな、他にもありそうだよな。あー、見てください、弾薬とかもやってくれんのね、いいね。おっとっと、恐竜にやられてしまった。これ恐竜手なずけたらさ、なんかやってくれんのかな、お前は。お、すごい音がついてる、ドゥルリーンだって。資材を集めてくれるわけでもないのかな。なるほどなるほど、資材を壊してくれますね。お前イノシシ返してくれ。すいません、見ましたか、なんと宝箱からチャグスプラッシュが現在出るようになってます。そしてなんとね、エキゾチックも追加されてるんですよね。今入手方法は2つあって、エキゾチックのあのチャグスプラッシュ、なんか唐辛子バージョン、1つはラマですね。なんとね、ラマがね、チャグスプラッシュ、チャグキャノンか、チャグキャノン落とさなくなってるんですよ今。なんと落とすのは、ご覧ください、こちら、チリチャグスプラッシュ。めちゃくちゃいい名前ですね。説明見ましょうか。投げると近くにいるプレイヤー全員にしぶきを飛ばす、範囲内にプレイヤーの体力を回復し、シールドとスピードブーストを付与するということで、普通のチャグスプラッシュと同じです。二重回復からの、ご覧ください、足が速くなるんですよね。いいねこれ。チャグキャノン好きだったけどね、好きだったけどなくなっちゃいました。代わりに今はあのチャグスプラッシュ、チリチャグスプラッシュということで、他にも NPC からも購入できます。あそこにいる NPC、マップで見るとここですね、ホットドッグくん、ホットドッグくんが売ってくれます。彼ですね、ブラッドくん、こんにちは。210円で売ってくれます。まあまあ高え、なんだよ、超高級マスタードでも買うために貯めてんのかって。いや、チリチャグスプラッシュです。3個で210円だからね、まあまあ高いですよ。あー、赤いいいね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 、まあ、間違いなく強いですね。キュンキュン、ちょっとやばい、逃げたいって時に足も速くなって、なおかつ回復もできる。いい、いろんな新しい使い方ができますよ。競技勢の皆さん
楽しみにしてます。見たいです。ワクワクしてます。さあお次はかなりいろいろ一新されましたアリーナ関連ですね。まずポイントがリセットされました。0ポイントです。今シーズンすごいねビークロイポイントが高いとかいろいろ言われてて、なんかねバスのポイントが減らなくなったとかっていう噂も聞くんですけど、ちょっとまだね検証しようがないんで、ディビジョン1なんで、ちょっとこれからまたおいおい情報を渡していきたいと思います。と同時に競技のタブを開いていただくと見てください。いっぱい追加されてるね。キャッシュカップ、これは全部毎週あります。ソロ、トリオ、トリオ、デュオ、トリオに至っては2回あるんだ。毎週月曜日と、これはどういう意味でしょうかね。からの見てください、レイトゲーム、ソロカップとトリオ、これ2つあるんですけども、レイトゲームって何なのかっていうと、ブーガのあの3人1組で始まって、最初から武器が揃ってて、なんか終盤の戦いができるやつ、今ないんですけど、まあもうすぐに追加されると思います。ブーガモードが復活して、なおかつソロの大会、ソロとトリオがあってね、しかも今回はトリオの埋めるもね実装するということで、めちゃくちゃ楽しみですよ。ってな感じでね、今シーズンも FNCS などなど競技のね、なんか競技が盛り上がってまいりますよ。どんな熱い戦いが繰り広げられるのか。他にもトゥーナフィッシュの隠されていたボトルが新しく追加されましたね。なんかこれだけ黒くてよくわかんないけども、それ以外サイドウェイズで宝箱を開けるとか、これもねまた別の動画で全部を解放する方法を紹介していきたいと思うので、よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。すぐ上げます、すぐ上げます。いろいろこれとか難しいで、キューブアサシンを倒す、任してくれ、俺に任してくれ。と他にバトルパス関連でいくと、ボーナス報酬のあれがね全部明らかになりましたね。今シーズンのなんだっけ、前のシーズンでいう虹色とかさ、まあ、目標200レベルのやつですね。まず最初青から始まりますね。青のキューブが胸にあるんだね。あーこれ分かりやすいね。いいねいいねいいね。胸に、胸というか青のキューブを秘めていますね。人間は誰しも、こいつかっこいいなお前。からのこれが最初のやつですね。青が最初で、次が紫ですね。紫、うわこのスキンめっちゃ意味深だな。うん、やっぱ今シーズンそうですね、紫っていうか、まあ、キューブがすごいキーポイント、キーパーソン、キューブですよ。かっこいいこれ。うおーダークホースやんけお前。で一番最後ティア100、あ200レベルになるとこれ全部解放されますね。なんとゴールドですよ。やっぱり一番なんか今シーズンの鍵を握ってるのはゴールデンキューブなのかもしれないな。どれが一番いいかな、これかな。やっぱりこの子好きだからな。シャーロットコルもいいね。はいはいはい、そんな感じでね、今シーズンもみんな頑張ってレベルを上げていきましょう。でそうですね、ちょっとロビー画面が続いちゃうんですけども、インポスターズの経験値が半減したのはもう皆さんもう知ってますかね、さすがに。でインポスターズの関連で変更があったのが、放置プレイヤーがキックされます。多かったじゃん今まで経験値のために。本当にやめてほしい、あれやめてくれマジで。でもこれからね、放置してたらキックされるっていうのと、なんかね新しくね、インポスターズでボイスチャットが使えるモードがね追加されるみたい。ボイスチャット付きで、なんか今までさチャットだったじゃん、何番がインポスターズですとかっていうのがボイスチャットでできるようになるというのが新しい情報です。はい、ってな感じで現時点ではこんなもんでしょうか。 NPC とかもねガンガン追加されるらしいんで、またね俺が全部の攻略動画出しちゃる出しちゃる。ハロウィンが近づいてね、またいろんなイベントが来ると思うんで楽しみですね。ということで最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。お疲れ様でした。